月、広島市西区の小井で開かれた秋祭り。少し離れたところから見守るのは末田武夫さんです。小井で生まれ育った末田さんは地域でお祭りおじさんと呼ばれていたほど祭り好きです。結構ね、若いもんごとね、若いもん、でも前から見たら少ないですよ。あれだけ俺は大したもんじゃ。数年前に病気を患って以来、久しぶりに訪れた地域の祭り。自身も参加していた若い頃を思い出します。言うてみにほの松原や。末田さんがまだ幼かった79年前の秋もこの地域を神輿が練り歩きました。原爆が投下されてから2ヶ月後の映像です。生き生きとした表情で俵神輿を担ぐ大人たちの背景には、爆風で吹き飛ばされたのか外壁が崩れた建物が映っています。想像できんのなあ、まり現実味がないような感じ。うん、その年にしちゃほらまだ若いわ、みんな若いわね。若いですね。うん、余裕のあるような顔もないよな。あんなにまず若い人がおったかどうかのは不思議なんやな。町にですか。うん、当時4歳だった末田さんにこの年の祭りの記憶はありません。昭和20年は、この辺の秋祭りが、10月19日で、した。確かに祭りがあったことは亡くなった末田さんの兄悟さんが20年前に証言しています。田原もみはあったんですが、その当時私の父がまだ出征してまだ帰ってこんもんですから、まあ、町は賑やかであったが、内方はまあちょっと寂しかったという思い出があります。その後出征から戻ってきた父や悟さんの影響もあって、末田さんは物心がつく前から地元の祭りに参加してきました。戦争を持ってる男性気あるよ、それね、気あるよ。あの裏ほどき春い墓までね、あの気あるしは。帽子もおしゃれなのをかぶってますね。まあ家が焼けたりどうこういうことはないわけで、こういうの方が昔からのあったものそのまま使えるわけだね。爆心地からおよそ 2.5 キロの小井の町はかろうじて焼失を免れました。末田さんには4歳の夏の断片的な記憶が残っています。7月末、自宅の縁側にいるときに墜落していく飛行機を目撃しました。あの時空襲警報になっとったんじゃろうな。で、家でむしろかぶってこうやって見よった。外上がってるとこへ、チャーシャーも小ジャースのがあってね。あの上をスーッと落ちたね。尻から煙をスーッと吐いておったよね。8月6日のことは特に鮮明に覚えています。友達と遊ぶのに誘いに行っとって、ね、それで原爆に会うた。目の前がブワーッとオレンジ色になったね。一呼吸を浴びてブワーッと爆風が吹いて、自宅には黒焦げになった兵士が避難してきました。4、5人だったもんじゃがね、こう輪になってね、輪にこうあぐらかいてみんなこう座っとって、物も言いやがったの、あの時ほんまにおがんかぶったよね。でこっから下来るな、こっからだけ焼けとらんね、あれよ。自宅のすぐ前の道路には市内中心部から郊外に向けて逃げる人が列を作っていました。やけどしてあり怪我したとかどっとどっと上向けて逃げて、そろそろゾロゾロ歩いてるな。ほらたくさんの人が行ったよ。
その数日後から町内には強烈な匂いが充満したといいます。えらくさいな思っても一日で終わらなかったっけ。それがで未だにその鼻につくんじゃあの匂いのはね。まあちょっと表現しにくいの、魚焼く匂いとはまた違うんだね。かなりの期間だったのを言うのは言うとるんだよ。そりゃそうだね、あくり何日も焼いたんじゃろうけ。小学校で避難所となっていた小井小学校やその近くでは3000近い遺体を数日間にわたって焼いたと言われています。俵もみが行われたのはそのたった2ヶ月後でした。あれは異性、これは異性さ、なんでも異性。やっぱりなんとかそういうのがあったんだろうな。恋の町ではずっと昔からお祭りが大切にされてきてた。それはもうずっと昔からね。それこそあちらが中学校ぐらいまではほんまに一生懸命やりよったんですよ、みんな。今年は町内の専門学校に通う生徒たちも氏子として参加しました。やばいですよね、結構楽しいです。バレ重たいです。みんな盛り上がって楽しくで、これ盛り上がって一緒にやってくれることでね、つながっていけばいいなと思います。じいさんたちがつなげて、僕らにつなげてくれてるんで僕らもつなげていかないと。白いシャツに白い足袋、小井本町地区は昔と変わらない形で大人が神輿を担いでいます。ただ他の地区では神輿の担ぎ手不足が深刻で、時代とともに規模が小さくなった地区もあります。産地はそれが苦いでしょう。それはまあ平和よね。まあ、いろんな楽しみが増えたりということでしょうよ。昔はもう忘れしかなかったわけですし。だからこそきっと原爆が落ちた年のあのお祭り、一生懸命やりたかったんでしょうね。かまからんね。あれだけの人数が集まったのは不思議なぐらい。壊滅した市街地のすぐそばで開催された秋祭り。その映像からは、復興に向けて前を向こうとする人々の力強さが感じられます。はい、今日はコメンテーターに広島大学学長の越智さんをお迎えしていますが、越智さん、原爆投下から2ヶ月後にあの祭りを開催しようと思った当時の人たちのこの強い思いというのを感じますよね。そうですね、まあ辛く悲しい歴史なんですけれども、はい、それをまあこういう形でフィルムに残っているということも素晴らしいことだというふうに私は思います。まあ、75年草木も生えないと言われた広島の地に、まあ、秋に神田の赤い花が咲いたということも一つの希望の光だったと思いますけれども、はい、これも同じようにこう何か人的にですね、起こしていこう、復興していこうという、まあ、力強い、まあ、市民の方々の思いだったというふうに思います。そうですね。で、広さん、また地元の方たちもその当時の記憶を覚えている人はもう少なくなっているけど、それだけの思いで受け継いできた祭りをしっかりとこう継承しているという感じですよね。そうですね、じいちゃんの代から継がれとるもんじゃけっておっしゃってましたけど、やっぱりこう有形のものとか建物っていうのはやっぱそれを残すっていうのは、まあ、ものがあるので分かりやすいところあるかもしれませんけど、こういう無形の祭りっていうのはその代がやめてしまうと次の代に引き継ぐのがまた難しくなるという意味も含めて、祭りそのものもですけど、祭りが救い出す地域のつながりとか地域との接点みたいなためにもこれは残さなきゃいけんというのをですね、やっぱりこう西日本豪雨の時にもやっぱり地元の方がなんとか祭りだけは残したいとよくおっしゃったんですけども、こういうところがあるんだな、その地域だからこそというところを皆さん継がれようとしたんだなというふうにも思いますね。また2ヶ月後にこうやって映像で見ると、どんな思いでこの俵神輿を担いでいたのかというところにもいろいろとね、想像しますよね。原爆によって失われたものも大きかった時期だと思いますし、心のこの、まあ、不安定さもあった中だとは思うんですけど、だからこそ皆さんで協力してこういった秋祭りを開催したんだろうなというのを想像します。で、それがあるからこそ、あの原爆の年にさえ開催したからこそ、今の人たちも受け継いでいきたい、なんとかして祭りを盛り上げたいんだっていう、そういった気概がかなりあったと取材した記者から聞きました。これからも末永く続けてほしいなと思います。